はい、というわけで、見てください。こちら空中浮遊してます。浮いております。通常はここにですねスタンドがつくと思うんですけども、ありません。物が置けます。ありがとうございます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。この度ワークスペースをグレードアップします。変えていきたいと思います。いつもと環境が違うのですが、ちょっと早速覗いていきたいと思います。はい、というわけでですね、今現在こんな状況となっておりますが、まず監督のですねデスク環境、今こちらです。モニターをですね3台使っております。ついにですね YouTube の動画、こちらの動画でですね、下と上のですね上下縦画面のモニターアームを使っております。はい、こんな感じです。ここにですねぶっといポールがありまして、こうやってね位置をこうやって動かしたりすることができます。はい、こちらもですねこういう感じで横に動かしたり、こんな感じにしたり、ちなみにここにですね今デスクライトが、輝いております。はい、 YouTube こちらの動画見てください。というわけでちょっと軽くですねデスク周り紹介させていただきたいと思います。こちらは確かに動画でやったキーボードです。結構ハゲているのでそろそろ変えたいなと思ってます。キーボードを出していますメーカーさん、案件動画待ってます。続きましてマウスですね、こちらは確か動画出しました。はい、そしてねずことビビ幼少期のフィギュアとなっております。おたる動画で出した、やつですね。で両脇にスピーカーとみつりちゃん、意外とですねデスク周りはシンプルにしております。こちらが監督目線の画面となっております。映像を切ったりとかする上を見ますと、一つの画面を使って映像がですね、こういう感じで、これを動かすことによって、映像もこうね動いたりするね。はい、今こちらの編集を頑張ってやっております。で、もう一個こいつ何に使うのかと言いますと、見てください、今編集してますものの、台本ですね。一応こういう感じで台本を作っております。で、今回紹介する商品のこの Amazon のサイトと照らし合わせながら映像編集で、作っているという状況でございます。で、今回のポイントなんですけども、この2つの画面はこのままでいいとして、こいつです。この下見てください。はい、スタンドですね、モニターのスタンドがあるので、こいつを取っ払って同じくですねモニターアームというものに付け替えていきたいなと思っております。今回購入した商品がこちら、ボンテックと書いてるんですけども、監督はですねワンフォームファーチナーというところで購入しました。商品俺合ってるよね。なんか前も一回にAmazonで買ったら商品名とこれがちょっと違うっていうのがあったんですけど、大丈夫でしょうかね。はい、でまずさっきモニターアームを使うですメリットを3つ紹介したいと思います。まず1つ目、デスクの上空間が広がる。この下がですねかなり空きます。通常はそういうスタンド支柱があって、こういう風にねこいつが消えます。というわけでそこが広い空間が埋まります。なのでスペースが広がります。2つ目、モニターの位置を変えることができる。これもっと下向きたいなとか上向きたいなとか、これはあまり動かせないんですけども、自由自在動かすことができます。3つ目、かっこいいはい、これにつきますね。まあどうせだったらこいつもねかっこよくしちゃいたいというわけでやっていきたいと思います。ちなみにモニターアームたくさんあります。例えば Amazon の検索スペースでモニターアームと言いますと、とんでもない数のモニターアームがたくさん出てきます。でモニターアームといえば、はい、エルゴトロンが有名です。スマートフォンで言いますと iPhone ぐらいの定番となっております。ですがですね高いです。はい、というわけでですね、金欠な監督にはとりあえずコスパがいい、めちゃくちゃ安いモニターアームを1個買っておきたいなというわけで買わせていただきました。先ほど見ましたところ3599円で、 Amazon セールで購入しまして2879円で購入することができました。3000円以下です。で今回の紹介する商品なんですが、モニター1個の耐荷重が 8kg、 そして画面サイズが32型となっております。こちらなんですが、ちょうど32型なのでギリ OK です。
はい、というわけでですね、紹介していきたいと思います。組み立ての動画も一緒に撮って見ていきたいと思います。はい、で、商品なんですけども、特徴が3つありますので、こちら紹介していきたいと思います。まず1つ目、ガススプリングで無限にモニターを調整することができる。あらゆる方向にスムーズにモニターを動かすことができます。縦の長さがですね、最大に400まで上げることができます。そして、アームが壁からグワンっていく、この長さがですね、525伸びます。横向き、縦向きが360首振りすることができます。はい、続きまして、2つ目の特徴。ケーブルが簡単に管理できる。モニターアームは全てできるんですけども、配線を後ろにすることによって、綺麗に正面からはですね、見えなくします。結合されたケーブル管理システムによって、作業スペースが綺麗に。そして3つ目、本体丈夫です。耐久性があります。高張力鋼とアルミニウムの構造、スタイリッシュな傷防止表面に加え、耐久性と安全性を保証してくれます。というわけでですね、このね3つ網羅しておりますので購入しました。はい、で取り付けは2つ選べます。1つがデスククランプ、デスクの板がありましたらそちらにガッチッと挟んで、で2つ目グロメットというのはですね、机に穴を開けてそこでデスクサンドを取り付ける方法です。もちろんですね、監督は1つ目のデスククランプ方法でやっていきたいと思います。カメラを下げます。商品段ボールのまま届きました。ちょっとここね穴が開いてるのですが、特に問題はなさそうですね。こういうテープがね、ナビが好きなんで、ナビ映ってる？おーしゃっかっか。はい、というわけでですね、トイプードルのナビでーす。はい、今日も登場してくるかと思います。このねテープが大好きなんですよ。これを投げると、ほい、はい、取ってきて投げろと催促をしていきます。ちなみになんですけども、本日ですね、商品レビュー動画をですね、今回3本目撮っております。今現在がですね23時37分となっておりまして、ちょっと声枯れ気味でございます。出ました、こちらでございます。おっと、こんな感じの部品が入っております。こちらがですね、ここに、こうしてこうして、そして金具と細かいネジがちょこっと、そして本体意外とごっついですね。はい、こちらが本体でございます。なんかかっこいいなこれ、武器みてえだな。こんな感じでメカメカしくデスクの下にガチンと乗せて、そしてモニターをパーンとつければ、あとはねガススプリング方式で動かすことが、ちょっと今硬いんですけども、スムーズにね出すことができるようになっております。工程としましては6工程ですね。ではまず1工程目からやっていきたいと思います。まずはこちら、アームブランケットとデスククランプ。今回ですね、すべて開けましたところ、こちらが部品となっております。はい、というわけでですね、どうせだったらですね、時間計りたいと思います。こちらのデジタル大画面液晶、違う、目標は1時間以内、頑張ります。1番、まずこちらのパーツ、こいつをここにガチャンとつけて、ここに3つセットして、あとは最初からついている、なんて言うんだろうね、なんとか回しで、サイズが2つあるので小さい方でしたね。ちょっと地味な作業になります。くるくるくる、ギュッと、で、ラスト。よし！はい、というわけで、1A の1、クリアしました。続きまして、こいつを、穴が2つありますので、こっちかこっちにつけます。監督のデスクはちっちゃいので、上ですね。この位置につけていきたいと思います。最初はね、なかなか入らないんですよ。あっと、ここもさっきと同じようにガッチリと、締めていきます。固定することができました。あとは、デスクの木の部分を挟んで、ここからなんですが、よし、これですね、最初入ってるのはこうなんですけども、こうですね、横じゃなくて縦だから、この辺でちょっと固定したいと思います。はい、というわけでですね、モニターアームが来まして、デスクにかませております。で、下から見ますと、はい、こんな感じでございます。がっちりね、ギュッギュッギュッ。はい、というわけでですね、エイリアンみたいなこいつ、モニターがここに来るというわけですね。こうしてからのこう曲がったりとかできるので、あ、結構前に来るんだね。じゃあ次、モニター行きます。画面を傷つけないようにしたいので、ここに布が入って手品をするわけではありません。画面を、こいつを外したいと思います。ドライバー、はい、外れました。こちらが使わないパーツです。この部分、空きスペースになりますですね。この4箇所ですね、はい、微差規格というものが、この丸いやつとこれですね、これをセットしてくるくるくるとですね、モニターさんです。切って、こいつを下げ、はい、お、なかなかこれ
パンチがありますね。やばいやばい、これ顎パンチ食らうので、ここはいいな、ここですね。あ、でもこうすると、おお、すごいすごい力が逆だな。これちょっとドライバー、はい、ではいきます。くそ、この動画で出しておりますので、興味がある方はぜひ参考にしてください。で、はい、着きました。ちょっと帽子脱いでいいですか。熱い、めっちゃ目に今日髪切ってきました。わーお、暑い。どうするどうする、窓開けるか。暑い。はい、皆さん付属しているネジがですね、監督の持っているモニターとですね、ネジ穴が広すぎてですね、合わなかったので、工具箱にあるネジちょうど良かったことが判明しましたので、はい、というわけで、見てください。こちら空中浮遊してます。はい、浮いております。通常はここにですね、スタンドがつくと思うんですけども、ありません。物が置けます。ありがとうございます。まだこのコードをですね、ここつけてないんですけども、このケースをカバッと外してここに入れることによって、コードをですね、おっと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 、はいはいはい、というわけでデスク環境がですね、かなり快適になったかと思われます。はい、今後もですね、こちらで面白い動画、ためになる動画を作っていきたいと思います。はい、というわけでですね、完成しました。いろいろとですね、苦戦しましてですね、安いものなので見ていただきたいんですけども、はい、こんな感じで今つけることができました。ちなみに右と左のネジが違います。これ上げてもなんか中間位置にやると落ちます。なので、あ、これくらい上げたらちゃんと上がります。そして今ですね、編集が終わったので今アップロード中なんですが、横移動に関しては問題なく動きますね。で、縦も普通に行きます。はいはいはい、こういう感じで浮いてますね、浮いてますね、いいですね。使い方としてはこうかな。ただここにスピーカーがあるので、こう、これがベーストかな。こんな感じですね。はい、というわけで、前回はもっと後ろだったんですけども、これ近くなることによってめっちゃ近いんでかなりいいです。これ3000円ちょっとでこの環境、もう下めっちゃ物を置けますね。はい、というわけで、総合的に今回の3000円ちょっとは監督的には正解でした。まあね、もうちょっとお金がある方はですね、エルゴトロとか1万円ぐらい出した方が満足できるかと思いますが、ちょっと金欠だなとか、あまり使いたくないなっていう方はですね、この3000円でもある程度の機能は使えますので、おすすめでございます。はい、ではこのチャンネルでですね、監督がですね、大好きな作品、これはいいなって思ったものを厳選して動画として魂込めて公開しておりますので、興味がある方はですね、なんか響いたなって方はですね、ぜひいいね、コメント欄、あとはチャンネル登録まだの方はポチッと押して次の動画をお待ちください。ではまた次の動画で会いましょう。よし、今2時43分、寝ないとダメだな。例えば Amazon の検索フェース、傷防止。わお、どっかの部分を回せば多分エルゴロ、ここですね。じゃんっていう感じかな。